今なぜミニネタが必要なのかについてお話をしたいと思います。2004年11月、千葉県で新人教師を中心に約20名を集めて授業作りの勉強会を行いました。授業成立の難しくなってきた教育現場で、若い教師たちが授業のどこに困っているのかについてマーケティングのようなことを行いたいと思ったからです。その勉強会で新人教師たちが同様に口にしたのが、もっとたくさんのミニネタ、小さなネタが欲しいということでした。彼らは言いました。やっぱり教科書を使った授業が最低限求められると思うんです。しかし教科書だけやっていては今の子どもたちはついてきてくれません。子どもを分からせると同時に、子どもの心を捉える小さなネタがたくさん欲しいんです。確かにこれまでのベテラン教師もミニネタに類するものを持ってはいました。しかし20もあればこと足りていました。しかし今の若い教師たちには10倍の200ぐらいのミニネタが必要になっているようです。じゃあ続いてね、はい、これです。何でしょう、何でしょう、はい、そうですね、これには何か入ってます。何でしょう、水。正解です、ね、はい、今からこれからこれ夜間からたらいに水を落とします、ね、多分音すると思うんだ、ね、その音を聞いてよく聞いてくださいよ、ね、うん、はい、いきます。はい、書いてください。夜間から水がほにゃららほにゃららと、あっと、たらいに、ここにみんなの作品を貼ってもらいましょう、ね、今度はこっちの列から3人貼ってみてください、はい、では、これは誰だった、はい、まさしさんからじゃあ、はい、この文も入れて、心を込めて読んでください、はい、はい、夜間から水がテロロ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 ロとたらいに落ちた。拍手、お見事、お見事、すごいね。このロの数がね、なんとも素晴らしい、ね、もう一回やって、はい、今日は子どもたちから素晴らしい表現が出てまいりました、大人が、まあ予想するよりもはるかにね、素晴らしい表現力だったと思いますが、こういった言葉は擬声語とも言われたり、オノマトペとも言われたりします。こういった表現を使うことによって、ある様子を、非常に分かりやすく描写したり説明したりすることができると、こういうことが今日の授業の中で子どもたちが実感できたかどうか、それがこのネタの成否を決めることになると思います。